俺たちはナルトの増援に向かうぞ。ナルト君の邪魔になります。しかし里をこんなにしたやつを。答えを持たぬお前ごときが諦めろ。5秒、この距離ならいける。諦めるの。諦めろ。ラセンガン。最後のペインが潰された。抜き取っちまえばこれでもう動けねえはず。ジライア先生の言っていた平和をなそうとしている。俺はお前の正義のために、俺は俺の正義。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解。人は決して理解し合うことのできない生き物だと。俺は憎しみに支配されている。なら今度は増援を。いや、ダメだ。皆さん、ナルト君が6人目のペインを。ナルトの状態は、怪我はどうなんです？疲れ切って…よかった…ナルト君…え、単独で向かっています…し、ナルト君は増援を望んではいません。ナルトはかなり弱ってる。ナルトの場所まで案内してください。どうした？ナルト！おっちゃんたち。お前がここにいるってことは、6人目のペイン勝ったとか負けたとかうまく言えないとはどういうことだ。俺一人で生きて。ナルト、ペイン本体の居場所を知ってるのか。ああ、確かめたいことがあるんだ。確かめる。ペイン本体と話がしたい。お前がペインを倒したことには感謝している。だが今さら話し合いでどうこうする問題ではないぞ。だったらペイン本体もその部下も敵の里も。奴は木ノ葉を壊滅させた敵だぞ。許せるわけがない。木ノ葉の里をみんなをむちゃくちゃにした。ここはナルトの言う通り、一人で行かせてやる。ペインを止めたのはナルトだ。ナルトにはありがとな。資格の資格暗号部から連絡があったぞ。どこって、くせえのに足が動いちまった。みんなにはない何かを持ってる。何？いつかあいつはこの里にとってナルトといると、俺はあいつとも信じたい。お前がペインの本体。平和が仇を目の前にし、復讐をな連鎖が始まる。俺はその憎し長門を今ここで殺し、復讐をしたところで、この忍びのシステムがある限り、人々はその憎しみとの戦い。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えを
何も答えられなかったお前にできることは。安心しろ、急所は避けてある。どうしたの、ナガト。こいつ、わざと避けずに。お前、めたいことだと。敵を目の前にしたら、俺がどうするのか。やっぱてめえは許せねえ。この近距離で、ナガトのチャクラに抗う。こんなわしでも、その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、お前を弟子にしてよかった。エロ戦には本当にそのやり方の答えを託すって言ってくれたのが、ただ簡単なもんじゃねえんだって。だが俺を言う、ジライア先生の言っていたことは時代遅れの理想図だが、お前は神じゃない。この現実を目の当たりた。なんだ、エロ仙人の弟子だったお。けど俺はお前たちのことを何も知らねえ。